さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。さあ。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんだな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ、二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。そんな、リンは任務で待った。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。一人で大した東京だ。しかし東京があったらどうにもならない。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震えやがる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろオビト。少しでリンを、もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。捕まえな。図星か、やはり考えも行動もガキだな。お前はこの目が貴様のこんな本気を出しているのを理解すれば、どうやらお前を過小評価していたようだな。
遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。
相手の動きが見える。トーチなんだ。シャリンガンの力なのか。ガキが押し寝ようじゃねえ。なんだこいつ、さっきまでは全然違うじゃねえか。生きて帰れると思うなよ。今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。目障りなんだよガキども。経験の浅い奴らには必ず大きな隙が生まれるはず。狙えばいい。救って油断したか。気緩めんのが少し早えんじゃねえの。この葉のガキども。ロトン岩宿です。やばい、みんな出口に走れ。
一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ。気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リーは、リーはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した。
カンナビ教の戦い。その日、木ノ葉学園に二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。